皆さん、こんにちは。こんにちは。ネムオです。ジュンです。シデです。シデさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日、シデさんに来てもらいまして、今日は僕らは、イデに来ました。イデ？はい、イデ。イデ、ラッキョウじゃないよ。はい。イデ、ラッキョウじゃない。めっちゃ古いですね。はい。理科女子大学というところなんですけど。はい。理科女子大なので、ね、理科女子大なの？リファです。リファ、うん、リファって感じ。あ、リファね、うん、あ、そうか、理科じゃないんだね。リファ、リファ呼べ。あれ、なんか記憶がおかしいね。なんか昔理科女子大って記憶があるんですけど、理科女子大学です、多分。はい、来ました。女性の中では頭のいい大学です、はい、お茶の水みたいな感じかな、ね、東京だったらね、はい、はい、ということで、お茶の水って何ですか？大学です。お茶の水大学という女子大の、入れる水じゃなくて、はい、ぐちゃぐちゃになっちゃってる。ぐちゃぐちゃのオープニングになりました。はい、はい、ね、田舎もんですからね、はい、ということで、はい、今日はこの井出から新町の方へ、新町の方に、はい、わかりました、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、行ってみましょう。はい、ではですね、今僕ら2番出口と3番出口のところを出てきて、はい、大学の方面に向かっております。はい、ネムさん、今日は 何月ですか？え、今日は8月の終わりですね。え、8月29日です。29日、肉の日ですね、はい、今日は肉食べる日ですか？ね、今日は肉食べますかね。今日もちょっとね、天気が、いいですね、降ったりやんだりで、ね、でもちょうど今晴れてよかったです。よかった。さっきすごい雨だったからね、うん、これ全部お店が出てないですね。前はパン屋さんとかもいっぱいあったんです。これは何ですか？あ、これなんか結婚式場とかも入ってたんだけど、うん、なんとカフェカジュアルダイニング、1階にカフェになってますね。ずっと記者の駅の方に向かってるんですけども、はい、やっぱり学生の街っていうだけあって、うん、若い方が多いですね。特に女子大なんでね、うんうん、私はもう十何年ぐらい前に来たんですけど、それ以来来てなかったですか？新町はたまにご飯食べに来てましたよね。たまにね、新町とかはね、うん、ここから左ですね。これ左、ええ、ちょっと左入りますね。ちょっと中の方に入っていきます。中の方に入ると洋服屋さんとかね、靴屋さんが多いんですけど、うん、なんか床が珍しいですよね。床が珍しい、体育がなんかジグザグなってる。あ、目がおかしくなりそうだね。滑らない。そうですね、あ、滑らないって言ったらなんかあの韓国の浴槽、浴室って滑りやすいですよね、体育が。あ、そうですか。僕、ネムさん家でスッテンコロリンして頭を取って、そうですね、うん、あれは塗っときました、うん、オイルこういう感じでなってないんですか、こうネムさん。なんかタイルですけど、ツルツルの、うん、多分私の油がいっぱい出たのかな。ネモ油が、え、ネモ油、ネモ油がね、ごま油より強烈かもしれないよ。特に夏はね。ビッシュだ。あ、これなんか美味しかったです。ここですか？ホンデにあるチキン屋さんなんです。あ、これホンデにもあるんですけど、はい、美味しかったです。チキン&ビアですか、名前は。アウトダック、はい、へー、すごいボリュームがあって美味しかった。なんかダックの有名なアニメなかったでしたっけ？ドナルドダック、ドナルドダックだったかな。うんってやつはなんだっけ。トムとジェリー、あ、違う、いや、さっぱりも忘れました。こっちですね。安いよね、ここもね。安いですね。そうですね、7ですね。7です。
たりなんですか。バナナじゃない。この右あたりじゃないですか。あった、ここだ。これだ。営業されてますよ。この辺はファッション系が多いね。そうですね、ファッションタウンですね。ねえ、あそこの前の道を左に行って通っていくとですね、まあ、ここが伊勢のファッションの街っていう感じでしょうかね、はい、そうですね。だいぶやっぱりなんか、なんだろう、活気がなくなっちゃいましたね。あ、やっぱり多いですか。前はね、昔はすごい書いてたのにやっぱここも賃貸が多いですね。そうだね、空き店舗が。やっぱり大学学生もね、オンライン授業とか休学とかあるしね。そうですね、うん、やっぱり少ないから店も大変だよね。こんなことですね。ちょっと汽車駅の方出ますか。はい、行きましょうかね。あー、ここ知ってます。化粧品、安い化粧品がこうバーって一般のお店だったんです。あ、建物がなくなっちゃいました。あらあらマスクショップみたいな感じで。あ、ここが安いお店がこう連なって3つぐらいあったんですよ。なるほどね。厳しいね。あ、エッグドロップがあります。あ、エッグドロップミュンドにもありましたね。はい、お、ヒデさん、ヒデさん、ヒデさん、ソックソック靴屋さんです。あ、これもうね、空き店舗が多いね。うん、これが記者の、ね、はい、メガボックスって映画館ですか。ですけど多分今やってないじゃないですか。あー、なるほどね。どうだろう。あ、でも4波間トンサン4オプションって書いてます。あ、4オプションだ。はい、営業中。このね、あの駅はソウル駅とずっと反対はパジュの方に行って、うん、北朝鮮の国境のね、ムンサン駅とか向こうの方までつながってる電車ですね。この辺もこれ面白いよね。なんかコンテナ、あ、コンテナがあって、バジルラーメンってないけどな。うん、韓国結構バジルラーメンいる。食べたことない。食べたけど結構こってりして結構ブエってなっちゃいました。美味しかったけど、こってり好きな人はいいかもしれない。こってりですからね。こってりだね、これがちょっとあれですね、ロータリーになってるから。はい、向こうを渡ればいいんじゃない。こう、こう、あ、これな、うん、目の前にあります。あ、ありますか。じゃあ車気をつけて。信号がないんです。車が来るまで待とう。この前なんか YouTube 見てたら親父ギャグ選手権みたいなのがあって、しりとりみたいな。やりますか。うん、ベジグラブ選手権、うん、手ごわいよ。いや、結構でもね、あの単語力ないから。うん、単語力いろんな単語が分かんない。あ、語彙力ね。あの辺もちょっとなんか結構店閉まってるね。結構服屋さんとか入ってたの。ああ、いや、住んでたんです。あ、そうなんですか。はい、すごい坂がひどいんですけど。ああ、じゃあ自転車とかだったら大変ですか。大変です。昔友達がうちに来るとき、うん、冬かな、スーツケース登るときも大変だけど、降りるとき、すごい滑って、大変でした。すごい坂がちょっと、ブレーキがいるね。ね、ブレーキが。あいや、本当韓国の坂って半端じゃないんですよね。日本で坂が急だねっていうところ、まあなんとかね、急ですけど大丈夫なんですけど、韓国が急って言ったら本当急だもん。激しいですよ。うん、セミの音が聞こえるんですかね。セミね、聞こえますよね。アブラゼミのね。そうですか、アブラゼミ。そうです、アブラゼミですね。ほら、坂。
うわ、すごい坂だ。あ、これが坂ですね。わあ、なるほどね。長崎の方もびっくりですよ。坂の町、ね、そうです、坂が多いんですよ。だから自転車屋さんが確か少なかったよね。 1,2 店舗しかないってことも聞いてる。なるほどね。暑いね。そうですね。なんかやっぱ夏に暑くはやっぱきついですね。暑いですね。まあ、日本はもっと暑いみたいだからね。だって40度近いんでしょ。うん、蒸し暑いね。でこの通りまっすぐ行ったらもうしんちゃんの方にずっとつながっていくんですよね。そうです、そうです。そしたら井手からしんちゃんって近いんですね。近いです、もうすぐ隣ですから ね、 ね。あ、これね、これ越えると、もう越えて前の方が聖フランス病院があって、で左が四聖大学、右が井手なんですけど、ぶつかってやりたいって思っちゃうことあるけど、本当にぶつかったらでも怖い。怖いですよね。結構暖房ですよね。暖房です。歩行者無視ですね。うん、両方的に車優先っていうのもあんまり見ない。やっぱせっかちなのかな。乱暴、絶対言うと思った。なんかジュンさんがね、家家っていう風にね、なんか電波を送ってたんで、あのアメリカの映画でランボーっていう映画があるんです。それで、あのランボーって言ったんだと思います。あ、はい、乱暴だからね。ああ、せっかちのことで言ったの。乱暴だから乱暴。はい、はい、はい。あ、VR あるんだ。なんかコンデにもあって、こういうの、なんかこういうメガネして、あ、VR。VR 体験行ったことありますけど。お、面白かったですか？なんかそう、VR 用意するっていうもんね。やっぱり普通にジェットコースターとか乗った方が楽しい。あ、すでさんはジェットコースター大丈夫ですか？乗れるんですよ。すっごい怖いものも乗れるんですけど、うん、やっぱ年々ちょっと嫌になってきます。乗れるけど 乗らないようにする。つけまつげは飛びませんか？あ、この前は最後、あ、最後乗った時取れましたよ。取れました。ジュンさんはジェットコースター大丈夫ですか？全然ダメなんですよ。ダメなの？怖いですね。そうなんだ。だから学生の時とかよくデートで遊園地行ったら無理して乗って、うん、でちょっとトイレ行ってくるねって言ってゲロ吐いてた記憶。ダメなんですよ。デモさんは？大好きですね。お、意外だな。なんか反対に見えますけど、はい、ダメなんですよ。年に来ると、うん、気持ちは乗れるんですけど、はい、酔うんですよ。あ、うったりしちゃって。私最近はもう何でも乗ってませんけどね。若い頃は好きだったけど。心臓に悪い。うん。ネモさんもやっぱキャーって言うんですか？キャーって言わないですね。あ、言わない。うん。黙って。黙ってるタイプ。目開けて乗ってますよ。あ、目はつぶらないんですか？つぶらないですね。もう通過する鉄骨まで全部見ますね。おー、すごいですね。はい。はい、これが今新町の方に向かってる道になりますね。そうですね。はい。うん、でもやっぱり本当に自粛 うん、してくださいっていうあれなので、この前はコロナの感染者が出てきて、うん、新町を徘徊したっていう事件がありました。ああ、そうですね。あの、途中から出てきた時間が、その人のせいで結構広がっちゃったみたいな。そうそうそう、バレてましたね。うん、店はやってますね。そうですね。うん、やってるところが多いよね。あの飲食店もね、もう明日からかな、夜9時までとかね、うん、短縮営業になって1週間後、うん、なんか10人ぐらい集まったらダメってやつもそうですか？そうですね。もう少人数でもね、もう今はやめてくださいって言われてますね。で、食堂も全部今ね、QR コードでね、管理するようになったし、はい、語学堂ですけど、はい、合計9ヶ月。うん、ジュンさんも語学堂？僕はあの語学学校の方ですね。おはくわ、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 
だけど、そうやって学校で習うのと実際使うのって全然違うじゃないですか、うんうん、だから最初すごい何もわからなかったんですよ。さああれですね、そうですね、栄えてるメインでなんかいろいろ踊ったりとか、うん、ね、行事やってますよね。よくあの左前でねダンスやってる人が ねいるんですけど、はい、これが校舎天国なんです。あ、本当ですね。そうですね。で右行くと四世大学の方で、こちらが地下鉄2号線の新駅ね、タイガーシュガーがここにありますね。タイガーシュガー、まあ、今日は雨が止んでよかったですね。そうですね、本当にすごい雨降ったから心配したんですけど、やみましたね。やみました。今からバスに乗ります。はい、このバスね動かないよね。あ、案内所とかだったんですね。はい、でこっちの方はね食堂街とかがねあるんですけれども、はい、ということで、どういうことで、今日は地下鉄2号線の井出駅から汽車の新町駅を通って新町までやってきました。はい、ちょっと今ねあのコロナの感染が広がっているので、はい、人通りは少ない感じではありますが、はい、今の現状はこんな感じでございますの で、 そうです、ね、参考になさってくださいませ。皆さんも体にお気をつけて過ごしてください。はい、ではまた今度の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。